どうも、松木です。今日もリサーチ方法を紹介したいと思います。よろしくお願いします。今日のリサーチ方法は、ある一つの商品からその商品を売っている出品者、その出品者が他にどんな商品を売っているかというところを調べていって、そこから、さらに価格差のある商品をリサーチしていく方法です。なのでまずはきっかけとなる最初の商品、出品者さんが必要なわけですが、ここ最近では僕はこちらニコンのルーペ、こちらを売っている出品者さん、セラーさんが気になったので、この方を調べていきたいと思います。これが、ニコンのルーペを売っているページなんですが、ここセラーという場所があるんですけど、この方が出品している人です。でこの横にアザーアイテムというところがあるんですけど、ここをクリックしたらこの出品者さんが今現在売っている他のアイテムが出てきます。今679件の商品を出品しているんですが、このままだとちょっと実際にどれが売れたかわからないので、ここから絞り込んでいきます。こちらの左にカテゴリーとかあるんですが、ここでまず即決価格の商品で、新品の商品で、さらに、50ドル以上の商品で、ここですね、一番下のソールドリスティングス、こちらにチェックを入れると、ここ最近実際に売れた商品だけが、ヒットするようになります。そうすると679件出品しているうちで168品実際に売れているということがわかります。ここから、この価格で売って利益が取れる商品を探していくんですが、まあ、順番に見ていってもいいんですけど、さっき見て気になったのがあったんですけど、これですね、このレコードプレイヤー、USB でつなげれるレコードプレイヤーだと思うんですけど、こちらを調べたいと思います。そうするとアマゾンがあれば、僕はアマゾンで調べますので、こちらアマゾンから、はい、ありましたね。写真は同じだと思います。はい、こちらの使用している写真もすべて同じですね。はい、ではここから価格差がいくらあるかというと、 eBay では約1500円で売られて、落札されていますね。この送料はフリーシッピング、送料無料で1500円で落札されています。ではアマゾンではというと、仕入れに約5000円、送料無料で5000円で手に入れれますと。でここでざっと差額を見ると5500円の差があるんですが、eBay に手数料として約 10% 払ったとして、9500円、1000円引かれて9500円、 Amazon では5000円、なのでここでは4500円の価格差になります。でここからフリーシッピングなので、お客様のところまでの送料はこちらが負担ということになりますね。で送料なんですが、だいたい 620g、 結構重たいですね。発送重量も1キロあるんですね。1キロで送料アメリカまで、確か EMS が1キロ2400円だったと思うんですけど、1キロそうですね、2400円かかってしまいます。
なので EMS の発送でしたら利益が2000円ちょっとですか、4500円から2100円の利益ということで、まあギリギリ2000円以上の利益で合格は合格なんですが、この発送をサルビンで変えたらですね、サルビンでしたら1000円ぐらいでいけるんじゃないかなと。このあたりもまあ参考程度に、どこでもいいんですけど、まあニューヨークで、はい、EMS は2400円、サルビンエコノミーは1000円ですね、1080円で配達可能なので、サルビンを使用すれば3000円以上の利益が見込めますと。はい、なので、この商品も実際に売れて価格差の取れる商品ということが分かります。こんな感じでですね、一つの商品をもとにその出品者をどんどん調べていって、さらに商品を探していくという方法です。やっぱりいい商品、価格差のある商品をリサーチしてこの方も売っていて、まあセンスのいいという言い方をすれば、センスのいい出品者さんということで、他の商品も当然、センスのいい商品を出している可能性が高いということで、どん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 売れる商品が見つかってきます。多分このあたりも価格差があるんじゃないのかなということが想像できますね。はい、なので今日紹介したリサーチ方法は、一つの商品をもとにその出品者さんをどんどんリサーチして調べて、他の価格差のある商品をどんどん探していくという方法になります。はい、以上です。失礼します。